おはようございます。ハマトラチャンネルです。今日は皆さん大好きジギングっていうことで釣りに行ってきます。一応今日は遊魚として行くんですけど、まあ、お客さんにこう事前に動画撮影してますよということで説明して撮影の許可をもらって撮ってます。で、季節的なところで言うと8月下旬、9月上旬のあたりっていうことで、まあ、その辺の釣れ方っていうのをね動画撮っていけたらと思うんですけど、出船時間がこう8時でいつものこう朝まずめの出船とはちょっと違うんですけど、まあ、それでも多分釣れるでしょうということで釣りに行きたいと思います。えいえい、よっしゃ、じゃあぼちぼちいいっすか。そうですね、いただきますか。やってみますか。水深32メートルです。よっしゃ。はい。じゃあやってみようか。はい、やってみましょう。ここって岩場ですか。そこはね、まあこの辺ちょっと砂っぽいとこっすね。はい。で、もうちょっと流れていくとネサだってって感じで。じゃあ、はい、どうぞ。ちょっとね、うねり深いんでバランス注意で落っこちないように。みんなしてここまで釣りしてる。ちなみに勝手に勝負にしてるんで、 お客さんでも対決しようと思って。ファーストヒット来ないっすよね。ちょっと今そこ課題で押さえたんでスタック気つけてください。ちょっと最初の使ってたジグが多分合ってないんで今変えてみたんですけど、すんげー細かいあだりがありますね。何がわかんないんですけど、サバかイワシか。あ、このジグいいわ。お、来た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 、あら、あ、いや、すんげえ食い合わせなんだろう。ナイス、よし、青いっすか。チキショー、お客さんに負けた。チキショー。青い、青いっすね。青いなぁ。おー、とととととと、気付けてください。ください、さあ来い。よっしゃ、はい、ナイス。とりあえずオープニング、うん、まあまあ、なんかヒギも怪しくないっすか。うん、いまいちやる気がない。やる気がないね。これも朝まずめお腹いっぱいのパターンかな。あ、餌食うだけ食ってじゃれてきた感じ。たぶん。よしと、じゃあお客さんに詐欺起こされたっていうことで、こっから逆転狙いで、最初は勝手に数で勝負して、で勝てないって思ったら肩で勝負するんで。何でもありなんで、牛。やばいやばい。
なんだ。来た？そこっすか？ここ、いや、そこからちょい上。5メーター。よっしゃ、来た！カラー！お客さん、ありがとうございます。アドバイス。全然魚やる気ないっすね。抵抗もなく上がってくるだ。逃げねえから。ハズレラック。とりあえず一対一に持ち込みました。さあこの辺がダメだな。おぎがいいかな。経験上おぎに行ってもダメなんですよ。ここらでダメだと。うん、あるかも。よっしゃ。油断してれば来るんだよね。これはいいサイズでね。あ、すいません。これは元気いっぱいだ。ありがとうございます。ありがとうございます。2本目。お客さんにランディングを手伝ってもらうっていうね。よし、まあじゃあこいつはリリースっていうことで、その辺の定置網に入ってフィッシュミートになって。どうせ食われんだろうけど、ありがとうございます。よしっと、じゃあ引き続き3本目狙っていきたいと思います。具合大丈夫っすか？やりますよ。あ、お前トリプル、やばい、誰がタモ立てすんだこれ。かなりサイズあるよ、みんなで。ちょっと今ですね、あ、よかった、藤原さんタモ立てお願いします。今ですね、お客さんみんな船中トリプルヒットしたんですけど、一人サイズありますね。わしのはまあさっきと同じかな。やべえ、酔いが一気にた。かなりサイズありそうですね。はい、頑張って頑張って、あげるよ。ナイス、おー、いいかだ。ありがとうございます。ナイス、ヒラメだ。本当に引かないんだよこれ。かっこいいグッズ釣った方がいいですよ。これ全世界に行くですからね。これでフックアウトしたもんではもう。なてますね。やばいですよ。なんだろう。なんか。モニモニするけどそんなに引かない。うん、いや、なんかね、元気なやつがやる気がないっすよ。やる気ないっすよ、ね、うん、やる気ない。叩くには叩いてっけど、
おお、たたたたたた、おお、気づいた。おお、ああつって揺らした。いい音。コーデだっちゃね。うん、いやコーデね、そういうことそういうこと。さあ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 。なんか変なやつだなと思って。無抵抗でずーっと動くの。うん。本当に抵抗してなかったんですよ。おうん、いやしょうがない、剪定見えで2回ぐらい走るんでこいつら大体。はあ、まいったべ。おう、急に歩き方。あいちゃ、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 はい、ナイス、はい、さよなら。戻るすか。うん、ちょっとじゃあ船酔いがしんどいっていうことでちょっとドライブしつつ戻ってみます。いいですか。一気に来た、いや一気に来ますよ。はいっと、じゃあ港に着いてきて、お客さんはもう帰ったんですけど、ちょっとあの具合が悪いっつって船酔いで、3時間の朝行予定だったんですけど2時間ぐらいで上がりで、それで釣れたのはワラサになるかならないかぐらいのショッコが6本かな、6本釣れたっていうことで、まあ、ちょっと活性も悪くてですね、なんか食いついてきてからのランっていうのがちょっとない感じだったんですけど、なんか逆に6本出たのが今日は奇跡かなみたいな感じの手応えでした。まあ、青物はねこれからどんどん良くなっていくと思うんで、まあ、ちょいちょい釣りに来てまだやっていきたいと思います。以上です。最後までご視聴ありがとうございました。